横浜国立大学の印象に眞鍋かおりさんとあのガリベンズの矢野さんが卒業している、そしてガリベンズの矢野さんは横浜国立大学の大学院を卒業しているっていう、あのな,んかなんで芸人になっちゃうんだろうっていう、すごい不思議な感じですよね。あの首都圏の国立大学としては結構おいしいポジションだと思うのになぜ,なぜ芸人に